待て! 何をしてる? あんた… てめえか… 見てわかん… 貴様… まだ早いぜ。 俺の力だよ。だからエル、こんなところは捨てて俺と一緒に来るんだ。 冗談だろ。エルル、どうしてわからねえ。俺が、この俺様がこんなにもお前を思ってるのに。
ものにならねえんだよ。わからないよ、そんなの。ルワンギこそどうしてそうなの。人の痛みを理解できなくなっちゃったの。あ？何言ってんだ。俺は藩主の跡取りなんだぜ。俺のためにこいつらが尽くすのは当たり前だろ。本気で言ってるの。だとしたらそんなヌワンギなんだと絶対に一緒に行けない。なぜだ、なぜだ。ならもっと調子を厳しくしてやる。エルルの言う通りやめてやる。ヌアンギ、そこまで腐りやがったか。うるさい。どうだエルル、俺の女になるか。ダメだエルル。でもたとえどんなことでも必ずみんなで何とかする。だから好きに言わせておけ。黙りやがれ。心配いらない、平気だ。エルル、なんでそんな男をかばう。そうか、この男だな。お前をたぶらかしたんだ。いいざまだな。あんた、てめえ、もう我慢ならねえ。貴様ら、おとなしくしてろ。やかましい！ここまでコケにされて黙ってられっか！やめて！もうやめて！だったら俺と一緒に来い！そうすればこいつを離してやる。それだけじゃねえ。この集落からの層はなしにしてやる！私が行けば。はあ、約束してやるぜ。ダメだエルル。さあ来い。
ヘルル。哀れな男だね。何？で押しかけ刃物をちらつかせて自分一人では何もできないのかい。全部他人の力で自分のものは何一つない。一番哀れなのは自分でそのことに気づいてないことさね。いや、気づこうとすらしないのかい。そう待って聞いてりゃ。俺はもう昔の俺じゃん。ああ、昔は少しばかり骨のある男じゃったわい。それがこんなふぬけになるとはの。何？このたわけが。今日はこのくらいにして。なんだこのババア。おいババア、ヌアンギ様にそんな口を聞いて覚悟はできてるんだろうな。本当のことを言って何が悪い。このババア。お姉ちゃんを離せ。おばあちゃん離せ。ダメ、アルル。この離せ離せ。このガキ。トゥスクルさん。チッ、ババか。邪魔しやがって。ばあちゃん。てめえ！なんてこと。なんてことしやがった！しかし
違う。違うんだ、エルル。俺じゃない。勝手に。そうだ、勝手に飛び出してきて。待っててね、おばあちゃん。すぐにお薬ができるから。どんなことも忘れることない。だからしっかりして。いや、もういい。残す君が自分の体じゃもう助からんくらい。私が一番よくわかる。伝えられないこの泣きそうな。そんな弱気なこと言わないで。おばあちゃん、ハレルのせいで。ハレルのせいでは。自慢の孫じゃ。弱気になっちゃダメ。こんな怪我すぐに治るから。エルルはますます姉様そっくり。
時には言い争うのもいい、喧嘩するのもいい。この世でたった二人きりの憎し、私はもう十分すぎるほど長く生きた。じゃからこれからの旅立ちに何のためらいもない。じゃが気がかりなのはこの子たちのこと。わしがいなくなったらこの子たちはどうなるのか。それを考えると安心して旅立つ。済ませてあげよう。ドゥスクルさんはもう、いや、行きたくない。そうやってドゥスクルさんを苦しめる気なのか。でも自分でももう分かっているはずだ。わかりました。この子たちは責任を持って預かります。ですから安心して。Thank you.